Perfume がニューシングル Love the World を発表しました。プロデュースはこれまで通り中田泰隆が担当していますが、珍しく軽快なポップセンスと可愛らしい歌詞を持ったナンバーになっています。笑っちゃいました。歌ってダーリンとかね、タイトルにもラブが入ってるし、チュチュチュとかダーリンとかすごい可愛いことを言ってるから、あ、中田さんなんか変わったのかなと思って。ゲームのプラスチックスマイルのレコーディングかなんかの時とか、なんかこの曲好きでしょみたいな感じで言われてあ、はい好きですってやっぱりみたいな感じで、だから多分好きな感じっていうのは多分分かってるんだと思います。彼女たちも振り付けやビデオに強いこだわりを見せました。あーちゃんのサビのところのてってってん喜びの仲間だってあるんですけど、てってってんからそこのまだまでの流れが一番好きなんですよ。最後の4拍なんですけど、そういうのって大体振りはあの移動に使われるんですよ。ここは移動じゃなくてもうちょっと見せてくださいとか、そういうの結構言って注目ポイントとして置いてもらいました。ミュージックビデオの時もちゃんとあーちゃんの顔を入れてくださいって言ったんですよ。もう締め切りギリギリなのに前日とかにも言って、でもできないできないって言われてたんですよずっと。いやでもあーちゃんの顔にしてくださいって2人でめっちゃ電話で言ったらできたんですよ。できたみたいな、できるじゃないですか。他にも新しいアイディアに次々と挑んだそうです。頭を振り回す振り回す振り乱す、ブワーって振り乱したのがスローモーションで入ってたりするのが今までにないパフュームだと思うので、もう本当にそのあーちゃんのそのリップシンクのところも言ってたんですけど、ソロのもう本当にこういうのいっぱい入ってるんですよ。トランポリンを使って撮ったりしたんですけど、トランポリンマジ超上手みたいでっていうか笑ってらっしゃいますけど、あれ結構難しいんですよ。難しいんですよ。よく落ちたんですよ、トランポリンから。めっちゃ落ちた。頭振ってたら。全然落ちないし、超上で上がるし、超役る。そう、逆にあーちゃん上がりすぎてレンズから顔が映ってないんですよ。足元だけ。そう、それも使われてますんで、そこ絶対。この春、初の全国ツアーを行った Perfume。毎回様々な工夫が見られる成長期ならではのツアーでしたが、普段おとなしめのノッチが客席を奮い立たせている姿は意外でした。そうですね、多分皆さんが思ってるよりも熱い子です。もうちょっと頑張ってライブを楽しんでほしいなと思って、自分からライブを楽しみに行くものなんだよっていうのを伝えたくて頑張りました。力強いので、こうその言葉にもちゃんと意味があるし、普段そんなに喋らないからこそ多分ポロッと言ったことがすごく意味のあることで、だから多分お客さんにも響くんだと思います。この勢いを持って Perfume はこの夏ロッキンジャパンフェスのステージに登場します。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。タイトルにさ、ロッキンジャパンだよ、ロックだよ、ロックだよ。ジャパンのロックがここにあるみたいな。やばくない？それの中にうちら入ってる。そうだよ。全然ロックでも全然ない。心だけは。心だけはロックだから、ね。うん。それだけを頑張って出して。うん。